アンのエニータイムアンダンテ。私ですね、先週に念願の親知らずを抜きました。2回目なんですが、どちらも下の歯なんですよ。で、下の歯って上は抜いたことないからどうかわかんないんですけど、腫れるんですよね、下が。で、私のほっぺたを見た人がみんな嘘でしょって言うんですね。私抜いたけどこんなに腫れないよっていろんな人から言われました。何なんでしょうね、この腫れやすい体質なんでしょうか。簡単に言うと、小太りじいさんみたいな、こう顔を左右に振るとほっぺたが後からついてくるみたいな、そんなほっぺたに重力を感じながら過ごしてるんですが、これまたねあざになってくるんですよ。どん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 青くなって紫になって黄色くなってみたいな。まあちょっとそろそろ撮影も始まってくるので、頑張ってちょっと直さなきゃいけないなと思います。今日のエニータイムアンダンテ、親知らずじゃなくてテーマは大人でいこうと思います。大人、漢字を開くのがすごい好きなんですけど、大きな人になるが大人で、成人っていうと人になる、なんか二十歳でやっとこう人になれるんだ、なんかそんな気がしています。いろいろ社会的にも成人超えたらいろんな背負わなければいけないものもあるし、解放されるものもあるし、やっぱりすごく大きなイベントですよね。私は成人式5年前かな、近いようで遠いような過去なんですが、その時ですね、成人式絶対に日本髪で出るぞっていう風に16歳ぐらいの時に決意をしました。どうにかして地毛で日本髪を結って成人式に出たいと思って、4、5年かけて髪を伸ばして、で成人式当日は見事それで日本髪を結うことができました。着物もですね、大正時代の婚礼衣装を特別に貸していただいて出たんですが、婚礼衣装って普通引きずって裾に綿が入っててっていうような形なんですが、私はちょっとこう背が高かったので、その引きずる前提のもので作られたのを、普通におはしょり作って着るっていうような形で対応しました。すごい裾に綿入っててあったかかったです。大人トーク、テーマ大人なんですが、20歳を超えて初めて飲んだお酒は確か赤ワインだったと思います。お酒はですね、同年代の人に聞くとみんなそうそうそうって言うんですけど、こんなね25で言うことじゃないのかもしれないんですけど、最近弱くなったよねみたいな話をするんですよ。またこっから逆のカーブを描いてどんどん強くなっていくのかもしれないんですが、21人ぐらいの頃が、自分はどこまで飲めるんだろうかって画策していた時期でもあったと思うんですけど、なんか今よりだいぶ量をこう飲めていたような印象があります。今だと本当に缶ビール1本でも、おやすみなさいっていう感じで寝ちゃうんですが、昔はなんかもうちょっと飲んでたような気がするよなと思ったんですが、30代ぐらいからまた開花するんでしょうか。ちょっと同年代の方とか、年上のお兄様お姉様、ちょっとそのお酒を飲む量の推移っていうのをちょっとご存知だったらぜひ教えてほしいです。アンのエニータイムアンダンテ。成人式に関する仕事をここ2年ほどやらせていただいてるんですが、題して20歳の選書っていうんですけれども、すごいこれいい企画だなと思うんですが、とにかく、いろんなジャンルの人たちが20歳の成人におすすめしたい本を1人4冊ぐらいあげるんです。で、推薦文とかも書いて、それをまとめたものがちっちゃい冊子になってるんですが、成人した人たちはその中から1冊もらえるんです。なのでなんかこれを読みなさいっていうようなプレゼントじゃなくて、この中からどれでもいいから1冊どうぞっていう、なんかこう選択させて
あげる自由さとか、なんかそういうギフトってすごく素敵だな、素敵な企画だなと思って、年々参加するところが増えてくださったら嬉しいなと思うんですが、私も毎年って言っても2年目か、何をあげようかなっていうのをすごく考えるんですけれども、自分が選ぶ中でどうしても小説があげられなかったんです。小説ってやっぱり好みとかいろいろあるしな、なんか二十歳の時に自分からおすすめできるものって、しかもまだ二十歳になってからも何年も経ってないですし、なんかこう俯瞰で、いやこの小説良かったよっていうのはちょっとまだ言えないなって思って、世界って広いなとか、えこんなことがあったのって、単純になんかびっくりしたりワクワクできるような本をおすすめすることが多いです。もし来年も同じ企画に参加させていただけるなら、何をおすすめしようかなとか、またそれに向けていろんな本手に取ってみようかななんて思う、実は私が一番いろんな成長させてもらっているような、そんな面白い企画があります。やっぱり本はいいですよね、たくさん読みたいです。